どうも、くだです。はい、ということで、私、くだくん、絶賛体調不良中ということで、今ね、ちょっとね、風邪気味で、風邪気味というかもう風邪なんですよね。鼻水と、ちょっと声も鼻声で、カスカスなんですよ、声が。今日は何と言っても、僕の大好きな、マクドナルドさんの新作発売日ということで、てりたまシリーズがね、販売開始されたということで、これはね、体調不良とか関係ないですね。僕の治療薬みたいなところあるので、はい。本日発売のてりたまをね、お腹いっぱい食べてね、元気になろうという、そういう企画でございます。はい。まずは、乾いた喉を潤したいということで、さくらんぼのマックフィズ。砂糖錦だったかな確か。そんな感じだったと思うんですけど、マックのマックフィズって、見た目がもうめちゃめちゃ映えてないんですか？グラデーションが美しいこと。いただきます。多分ね、よく混ぜた方がいいと思います。春感じますね。はーい。さっぱりしてて飲みやすい。普通のてりたま、いただきます。開けるとこんな感じで、てり焼きがてりてりですね。いただきます。治りました。やっぱり、てり焼きですね。子供の頃から慣れ親しんだ、この甘辛いタレ、最高っすね。うますぎる。よくね、体調崩した時に、食欲がなくて全然食べれないみたいな、結構みんな言うじゃないですか。僕は逆で、体調悪くても、食欲はね、増す一方なんですよ。いつも以上に美味しく感じる。体調悪いはずなのに、元気になってきた。ほら。シャカシャカポテトっていうのが出てて、この新作のフレーバーみたいなのが2種類出てて、梅のり塩とニンニク黒胡椒マヨ味、この2種類が出てるんですよね。普通が一番だと思うけどね。うん。専用の袋があるんで、これに入れてシャカシャカしていきたいと思います。ここに梅のり塩味入れます。ポテトの梅味ってなんか美味しそうですね。あんま食べたことないかも。あ、すっごい梅の匂いする。お、ちょっとピンク色してますね、ピンク色。下が裂けそうなんだけど、大丈夫ですか？おー、見た目がすごい。ほら、すごくない？じゃあ、いただきまーす。あ、梅、海苔、ポテトって感じですね。梅8割、海苔2割みたいな。うん。ポテトでお腹いっぱいになっちゃうよ。お腹いっぱいになっちゃうんじゃ。普通のポテト。一回普通のポテトいきます。なんか物足りんね。シャカシャカしろ。ポテトをドーン。ニンニクの方の匂いを嗅ぎます。鼻がニンニク。すっごいこれ。結構控えめですね、見た目的には。いただきます。ちょっと待って、今回のシャカシャカポテト、大当たりです。黒胡椒0、マヨネーズ3、ニンニク7って感じですね、比率は。どっちの方が好きとか決めれないぐらい、両方うますぎる。ベーコンてりたま、いただいていこうと思います。これがね、今回の新作だと思います。瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま。瀬戸内レモンタルタルってことは、タルタルソースがちょっとレモンっぽいって感じですかね。結構レモンですね。一口噛んだ瞬間にレモンをもう丸ごとかじってんじゃないかっていうぐらい、それぐらい存在感強いというか、このレモンの風味とさっぱり感が追加されて食べやすくなってますね、普通のてりたまより。これね、結構好きな人多いと思います。チーズてりたまです。チーズ好きな人は多分これを選ぶんでしょうね。ザ王道の見た目してます。いただきます。うん。チーズが加わることによって、ちょっとミルキーな味わいになるというか、味全体がまとまってる気がします。
前回のビアートパパの動画で質問に答えたんですけど、ちょっとね、答えきれなかった分だったり、 YouTube のコメント欄とかでも質問してくれてた方もいたんで、ちょっとね、それ軽く答えていこうと思います。机の下にしまってあったなんかよくわからない紙にメモったんで答えていこうと思います。おすすめの食べ方教えて。有名どころで行くとミスドと富士屋なんですけど、ちょっと攻めるとすると表参道茶屋っていう和菓子の食べ放題ができるお店があるんですけど、そこが僕個人的にめちゃめちゃ好きで、和菓子だけじゃなくてたこ焼きとか焼きそばとかも食べ放題できるんですよ。甘いものだったらやっぱ団子とか抹茶のゼリーとか、まあ、白玉とか小豆がたっぷり入ったパフェとかも食べ放題できるし、目の前で絞ってくれるモンブランどら焼きみたいなやつも食べ放題できるんですよ。個人的に今それが結構好きですね。インスタライブしてほしいなですね。はい。ライブ配信って、今何人視聴してますみたいな、出るじゃないですか。初めて10分、20分経ったけど、1人とか2人とか、最悪0とかの時のショック、落ち込みようが絶対半端ないだろうなっていう恐怖心もありつつ、1万人ぐらいいれば、さすがに見てくれるんじゃないっていう希望も込めて、あえてやってないです。1万人いけばやります。ストレス発散は何ですか？前回も言ったんですけど、休みの日にしてること、これにメダルって答えてるんですけど、メダルゲームですね。僕のストレス発散は。パチンコとスロットはお金かかるんでやりません。好きな給食ベスト3と嫌いな給食ベスト3聞きたい。好きな給食、いや懐かしいですね、給食。揚げパンですね。パンの日、ご飯の日ってあったと思うんですけど、パンの日に、ほんと年に1回ぐらいしか出ない揚げパンの日があったんですよ。その時はもうマジで幸せだったですね。2位は、デザートの甘いチーズ。スーパーとかでよく売ってるあの6ピースのピザみたいにカットされてるやつ。あの日ちょっとテンション上がってましたね。女子からもらってましたね。チーズ嫌いの女子から。この子とこの子とこの子とこの子はチーズ嫌いだからきっともらえるでしょうみたいな感じでアップを取ってましたね。体育の時間とかにこっそりチーズ嫌いの女子に、ちょっと今日の給食チーズ出ると思うんだけど、それちょっと俺にくれないみたいな。そんな感じでやってた気がします。3位は、ししゃも。小餅ししゃもですね。パンパンに膨れ上がったお腹が。ししゃも大好き。好きでしたね。何なんでしょうね、あのししゃもの美味しさ。ししゃもチャレンジしてましたね。この女子とこの女子は魚嫌いだからきっとくれるでしょうっていう、もう自分のその謎理論を生み出して、もう休み時間の時に女子にちょっとこっそり、今日給食でししゃも出るらしいよ、ちょっと俺に分けてくれないみたいな感じで聞いてましたね。嫌いな給食ベスト3は、豆がたっぷり入ったスープ、ミネストローネみたいなやつ。たまにアルファベットのパスタみたいなやつが入ってるやつ。A とか B とか C とか。あれ、でっけえでしたね。必ずパンの日に出てくるやつ。あれ、ちょっとメインにされたらきつくない？第2位は、みかんパンっていう、これは愛媛県しか多分出てこなかったと思うんですけど、みかん味のパンがあるんですよ。コッペパンなんですけど、見た目が。普通のコッペパンは断面が肌色っぽいんですけど、そのみかんパンはもうめっちゃオレンジなんですよ。匂いも味もめっちゃみかんなんですよ。でも僕は普通のコッペパンのが好きなんですよ。牛乳とも合わないし、メインのおかずとかもとも合わないんですよ。全然好きじゃなかったですね。はい。第3位は、動物の形したチーズ。ライオンとか、猿とか、サッカーボールとかもあったな。いろんな形したチーズがあるんですけど、嫌いでしたね。嫌いすぎて声が枯れてきたもんね。YouTube 投稿を始めたきっかけが知りたいです。有名になりたいっていう気持ちがあったんですよね。大学生の頃ぐらいから。何かしらでちょっと有名になりたいなって思ってた頃、に YouTube やりたいなっていう、で YouTube 始めたって感じですね。休みの日の時間、結構やることないなって思ってて、やるとしてもカフェ活みたいな、美味しいご飯食べに行くぐらいで、なんかそれ以上ないなみたいな、もっとこう面白いことしたいなっていうのがきっかけですね。ちょっとちらほらあるんですけど、結構ね被ってるような質問が多かったんで、まあこれぐらいにしておきましょう。じゃあ普通のテレタもいただきます。前回のマックの新作でアジアンバーガーみたいな出てたと思うんですけど、3種類出てて、僕はエビのやつ、あれが一番美味しいと思って動画で言ったんですけど、油淋鶏、あれが一番美味しかったみたいですね。僕はねあんまり好きじゃなかったんですけど、スイートチリシュリンプは普通にエビフィレオじゃんみたいな、だったらエビフィレオでいいんじゃないみたいな、そんな感じの声が多かった気がします。ダブルタンタンビーフ、あれもタンタン入ってないんじゃないみたいな感じのコメントしたんですけど、後日改めて食べたんですよ、普通に買って。めっちゃタンタンでしたね。ソースがめっちゃタンタンというか、まあ、辛いというか、多分あの日ね、味覚なかったんだと思います。はい。てりたまシリーズは、ベースがもう全部一緒なんで、ほぼほぼ味一緒ですよね。そんな中でもやっぱり僕は、このシンプルなやつが一番好きですね。マジで大好き。マックフェスなくなったんで、お次はファンタグレープです。乾杯。
うん。ラスト、ベーコンてりたま。いつ見ても素晴らしいビジュアルしてます。今住んでるこの家なんですけど、ちょうど2年が経つんですよ、引っ越して。更新の時期が来まして、引っ越すことにしました。あっという間でしたね。引っ越すのも、こっから徒歩5分のとこです。今住んでるとこが、もうめちゃめちゃ住み心地良すぎて、最寄り駅をまず変えたくないな、みたいな感じで、本当にもうすぐ近くのとこに引っ越すんですけど、家賃も広さもほぼ変わんないです。この1週間ぐらい結構バタバタするんですけど、まあ、あと1回か2回ぐらい家動画撮ろうと思いますね。うん。普通のてりたまの方が、てりやきソースが多い気がします。たまたまかな、これ、てりやきソースの量は。引っ越しの契約するときに、運転免許証と印鑑と住民票が必要なんですけど、住民票って、なんか3ヶ月以内に取ったやつしか使えないっていう、縛りあるじゃないですか。あれ何？あれ、何あれ？よくわかんないですけどね、あれ。なんで3ヶ月なんですか？ 3 ヶ月ごとに区役所行って作り直してもらうの大変じゃないですか？区役所に住民票を取りに行って、で、その不動産の人に渡して、帰りにマック買って、今なんですけど、この一連の動きを仕事の休憩中にしてるという。ハードですね、はーい。これめちゃめちゃハードですよね。11時半から15時までランチ営業して、3時から6時の間に移動も撮影も全部含めてやって、まあ、6時ぐらいにはお店に戻ると。予定が何もないのも好きなんですけど、予定をどうせ入れるなら詰め込む方が好きなんで、オンオフが結構激しい人なんで、スイッチオフってなると布団から出たくない、もうずっとダラダラしたいみたいな性格なんですけど、週に1回ぐらいならね、こういうちょっとハードな日があってもいいと思います。はい。はい、ということで、めっちゃ美味しかったんですけど、仕事に遅れそうなんで、行ってきます。バイバイ。